島を回られて、各自治体の首長さんなどとお話をされてきたと思うんですけれども、それぞれの自治体安全、機関のためのですね、その安全の基準を示してほしいというようなことなどもあったんですが、南相馬で、安全基準について、どこが安全か基準を示してほしいと問われたときに、委員長がですね、国際的には、生涯1000ミリシーベルという基準があるというふうに言及されたんですけど、その時にそういうふうに言及された意味というか、あの場でそういうふうにお話しなさったのはどういう意味だったのかなということで、ちょっと確認というか教えていただければと思うんですけれども。ですね、まずその前に現存被爆状況という考え方ですよね。で、今その国際的にはこういった原子力事故が環境汚染するような事故が起きた時には、そういう、フィールドで生活するということについて、どの程度のレベルで放射線被曝の影響をリスクを考えるべきかということだ。で、それで実際にその放射線被曝による、リスクです。別に20ミリシーベルト、年間20ミリシーベルトだから影響があるかどうかということについては、あまりその定量的な実証データはないとは思いますけども、いろんな国際的な専門家は20ミリシーベルト以下であればということです。それはどういう根拠を基づいているかというと、その避難することによって受ける他のリスクもいっぱいありますねということですよね。だからそういったいろんなことを勘案してその程度で、ただしこれはあくまでも参考レベルだから、1から20の範囲内でその時に置かれている状況を踏まえて、住んでる方たちが主体的にそれを判断して決めるのがいいということなんです。で、障害1000ミリシーベルトっていうのは前の ICRP の勧告で出てるんですけれども、日本はまだ取り入れていません。で、そういうことで50年の障害線量として年間20ミリってなのも出てきてるのかなと思いますけれども、それは事実としてそういうことがあるということです。それで南相馬で申し上げたのは、参考レベルの範囲内で数年間少し1ミリシーベルトを超えるような状況があったとしても、それがずっと続くんではなくて、できるだけ速やかにその線量を下げる努力をしながら、下げる努力をしていけば、障害線量という考え方からすればその一部を、ある意味じゃ、使ってしまうという、少し他のここにこういうところにいる方よりは少しそういう点で何年かの間に少し余分な被曝を受けるという、そういうことで申し上げたんです。今のその生涯1000ミリ、20ミリで50年ということになると思うんですけれども、それは ICRP の公衆被曝の現存被曝でそういうものがあるという理解で間違ってないですか？健康、この事故の後に厚労省も内部被曝の線量がそう決めたんじゃなかったかね、生涯線量としてね。違いますか？規制庁の規制企画課長の佐藤でございます。私のところの担当が緊急時被曝の時にありましたので、ちょっと私は知る限りでお答えさせていただきますと、厚労省の方もですね、当時は250というようなことで現存被曝、作業員の被曝限度というのを決めたということがあります。で、先ほどの1000ミリシーベルトというところも、ちょっと委員長のお答えと重なりますけれども、実際にその ICRP からの勧告もですね、生涯1000ミリシーベルトということで、それについては我が国においてもですね、1年間で50ミリシーベルト、5年間で100ミリシーベルトっていう規制がある中でですね、それを5年100というのを10個
積み重ねて、まあ、50年で1000ミリというようなことでありますから、まあ、そういったものがですね、まあ、あの ICRP というすなわちまあ科学的にそれなりに裏付けをされているものというふうに理解しているところであります。ちょっと作業員かなと思っていたものですからちょっと講習だったので、あともう1点、あの今回、まあ、地域ごとに自治体ごとに目標値を決めてというようなこともおっしゃってたかと思うんですけど、そうするとそのいわゆる参考レベルという数値に関しては国が、まあ、あの7月の段階では、まあ、5ミリのような数字もあの、まあ、妥当な線として考えられるというようなことを委員長おっしゃってたと思うんですが、あのどちらかというと、まあ、今回お聞きしてて思ったのはやはり地域ごとの実情に合わせて地域がそういった設定をした方がいいというようなあの今提案というかそういう 方針というふうに考えればいいでしょうか。いや、あくまでもそういうものだということなんですね。で、強制すべきものではないし国が何か頭押しに決めるべきものではないという意味で申し上げてます。ですからあの除染のレベルを1ミリでないと嫌だっていう人もところもありますし、飯舘とかそういうところは5ミリって当初から決めてます。で5ミリでずっといいっていうことではないんですよね。ですからあのそこはあのよくやっぱりその地元の実際のそこのステークホルダーがきちっと議論をして自分たちがだからこれを変え そのレベルで変えるか変えらないか戻るか戻らないかということはこれはもう個人の選択ですから、ただ全体の集団としてのその市町村単位で今あの期間をどうするかっていう議論がされてるんで、そこはそういうことで決めていただきたいということなんです。ですから南相馬市長が言うのは国がいくらって決めろとかっていうことなんだけど、それは決められないものですということを言った。だから参考レベルなんです。ごめんなさい、参考レベルは今何ミリというふうに考えればいいですか。1から20の範囲です。で国が決めてる基準は特に設けてないけど、例えば飯舘村であれば5ミリというのがある種の参考レベルであるという感じになって、はい、よろしいでしょうか。他には